アーサー・マッカーサー・ジュニアは、アメリカ陸軍の軍人。最終階級は、陸軍中将。父は、第四代ウィスコンシン州知事のアーサー・マッカーサー・シニア。妻のメアリー・ピンクニー、ハーディ・マッカーサーとの間に5人の子供がおり、長男のアーサー・マッカーサー3世は、海軍軍人。三男のダグラス・マッカーサーは後に、陸軍元帥となる。長男の息子に、 中日アメリカ大使のダグラス・マッカーサー2世がいる。南北戦争が始まると、第24ウィスコンシン義勇不評連隊に参加した。チカマウガの戦い、ストーンズ・リバーの戦い、第3次チャタヌーガの戦い、アトランタ方面作戦、第2次フランクリンの戦いに参加した功績により、わずか19歳で名誉大佐の地位を与えられ、少年大佐と呼ばれて有名になった。 これらの功績により、1890年に名誉勲章を授与された。第三次チャタヌーガの戦いでのマッカーサーの活躍を歌ったオン・ウィスコンシンという歌は、ウィスコンシン州の州歌になっており、ウィスコンシン大学マディソン校の校歌でもある。マッカーサーは1865年6月に陸軍を退役すると法律学校へ通い始めたがすぐに辞め、 1866年2月23日に第17師団の少尉として軍部に復帰した。復帰した翌日には中尉に、9月には大尉に昇進するが、そのまま20年間は大尉のままだった。1885年にインディアン戦争のアパッチ作戦に参加し、ゼロにも以下先住民族を殲滅させ、1897年に中佐に昇進した。 米西戦争の際、マッカーサーは、ジョージア第三連隊の参謀をしていた。1898年6月に、臨時昇進して順将になると、米比戦争に、義勇軍師団長として、参加。1898年のマニラ戦争で、少々に昇進する。米比戦争では、エミリオ・アギナルド初代フィリピン大統領を生け取りに、したり、現地の先住民族を絶滅させる。 あとに、フィリピン中流アメリカ軍司令官となり、実質的なフィリピンの植民地総督となる。中日アメリカ大使館付き駐在部官として、日露戦争を観戦する。1935年に、フィリピン軍の軍事顧問として赴任した息子のダグラス・マッカーサー元水が、マニラホテルのスイートルームに居住した際、今の玄関に飾られることになる花瓶を1905年に、 明治天皇より贈られる。1909年6月2日に最終階級中将で陸軍を引退した。晩年は家族と共に陰遁生活をしたと言われている。1912年9月5日にミルウォーキーで開催された南北戦争退役軍人同窓会で演説中に段の上で心臓発作を起こして倒れ、67歳で死亡した。 最初は1912年9月7日にミルウォーギーに葬られたが、1926年にアーリントン国立墓地へ移された。ありがとうございます。